大法官、大法官、大法官は、イングランド・イギリスの役職である。かつては、上院、貴族院議長を兼ねていたが、現在は、数密院と内閣の一員である。その由来は、エドワード・ザンゲ王の11世紀中頃に遡ると、言われている、遺説としては7世紀説、ノルマン朝説がある。はじめは、国王の初期長として、王政長を指揮するとともに、 国事の管理と国事を必要とする法令等の作成、発給などの行政事務を行った。中世には、一般庶民は、愚か貴族階級の間でも、識字率が低かったこともあり、歴代大法官の多くは、聖職者などから起用されることが多かった。聖職者が兼務する場合には、宮廷の礼拝堂を合わせて管轄したとされる。また、ロードチャンスラーという呼称は、キャンシリー。 イコール、囲い法師に由来し、宮廷の礼拝堂のついたての後方に大法官の、執務の間が設置されていたからであるという説がある。プランタジネット朝、以後、国王の行動範囲が拡大されて、国王の滞在地とともに移動してきた、王政庁の中で大法官の職務を維持することは、次第と困難になり、やがて13世紀には、王政庁の文書局部門とともに独立して、 ロンドンのウェストミンスターに大法官府と呼ばれる常設官庁として設置されるに至った。この時代にはその職務柄ゆえに国王の最小としての職務を行うようになる。一方で、大法官府自体は単なる事務官庁と化してしまい、大法官本来の職務の重要性は低下するようになった。14世紀に入ると古文堂によって、 救済を得られなかった者から国王に対してなされた直接の請願、訴えを処理する大法官裁判所が平地され、公平法裁判所としての役割を果たす。さらに15世紀にイングランド議会が上下両院に分かれると上院、貴族院の議長を兼務するようになった。この頃からコモンローに精通した法律家が大法官になるケースが増えていき、その一号は トマスモアだと言われている、1625年以後は、聖職者の大法官は姿を消す。だが、一方で巨大となった、大法官の権限削減の動きが現れる。まず、財政部門が切り離されて、財務府、現在のイギリス財務省が独立した。大倉府、財務府の一部が分離して、成立、王室の財政を司るの長である、第一、大倉卿が首相として、 内閣を率いて国政の最高責任者としての地位を大法官から奪った1721年。さらに1873年の裁判所法制定に伴う司法改革によって大法官府を縮小され、高等法院と上院に権限が分割され、上院が最終上級裁判所、最高裁判所を形成し、上院議長である大法官がその長官を兼務して、 治安判事以下の司法官の人事権者となった。国事管理事務は閣僚の王子証書が扱うことになった。伝統的なイギリス法での考えでは、カンタベリー大主教第一位の次である第二位の序列にあり、イギリスの俗人としては最高の地位にある大法官がより下位の序列にある首相によって任命されるという矛盾した状態にある。その上、 大法官が最高裁判所を率いて裁判官の人事を決定するのは三権分立原則に反しているともいえ、権力分立の歩く矛盾と呼ばれた、貴族院では大法官も審理に加わる資格はあるが、通常審理参加を放棄する旨を表明することとなっていた。この結果、ブレア内閣によって上院改革と並行して大法官制度の改革が行われた。 まず2003年6月12日に大法官府が廃止され、代わって憲法事項省が設置され、大法官は憲法事項大臣の称号を帯びるようになった。憲法事項省は大法官府が取り扱っていた陶器などの民事事務を引き継ぐとともに新たな所轄事項として憲法の成文化なども扱っている。なお、憲法事項省 憲法事項大臣は2007年5月9日より法務省法務大臣と解消している。ついで2005年に2005年憲法改革法が成立し上院議員の選挙で選ぶ貴族院議長と連合王国最高裁判所が設置され大法官は立法権及び司法権における地位と権限を失った。初代上院議長は2006年7月4日に 平和女男爵が選出され、連合王国最高裁判所は2010年10月1日に、上院の上任上祖貴族、ローズ・オブ・アピール・イン・オーディナリー12名を、初代裁判官として発足した。ブレア内閣による改革後も、必ず貴族が就任する閣僚の一つという慣習は、しばらくの間守られてきた。しかし2007年6月のブラウン内閣発足に、 ジャック・ストローが庶民委員、会議員としは、史上初めて大法官に任せられた。キャメロン内閣、名内閣で任命された5人の大法官も、会議員であり、会議員は、上院本会議では発言できないとの慣習により、上院本会議から大法官が姿を消した状態が、続いている。なお、枢密院の機関である、王立委員会、ロイヤルコミッションは、大法官が主催し、 上院議場で開催される関連になっていたが、ブラウン内閣以降は、上院本会議に倣い欠席を通例とし、貴族院議長が主催を代行している。今日では大法官は、数密院と内閣の閣僚の一員として、首相の任免権に服することになっている。大臣としての大法官は主に民事案件と憲法成文化を司る法務省を統括し、 刑事案件を取り扱う法務長官率いる法務長官府と共に法律事務を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。